はい、どうもこんにちは、高島です。今回はですね、新生活応援企画ということで、普段ご覧になっていただいている視聴者さんのインテリアをアドバイスして、困っていることを解決しちゃおうということになります。はい、そういう企画になります。今回は築年数のいったキッチンをですね、モダンでスタイリッシュな雰囲気に変えてしまおうというテーマでご紹介したいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、今回なんですけど、実は僕も築年数が経っている物件にですね、引っ越しまして、同じ悩みを持っている方の参考になればなというふうに考えていて、ツイッターでこの件について募集してみました。でツイッターの方がですね、こんな感じで、アドバイス企画、新生活応援で視聴者プレゼント企画を行います。キッチンをアレンジしておしゃれにする企画を考えています。キッチンの写真と悩みをリプください。当選者にはこの冷蔵庫をプレゼントします。ハイアール様よりご提供いただきます。148リットルの1人から2人暮らしサイズでステンレスは珍しいというような投稿をさせていただきました。でね、今回実はですね、あのハイアール様よりこちらの冷蔵庫を協賛してもらいましたので、アドバイスさせていただく方にキッチンにうまくこちらの冷蔵庫をね、組み合わせて素敵な雰囲気にね、変えてしまおうということでやってみたいと思います。さらにね、こちら選ばれた方にはこちらの冷蔵庫自体もプレゼントしてしまおうというね、ことでですね、1点だけプレゼントのですね、冷蔵庫を用意していただきました。はい、ありがとうございます。ということでね、今回、いろんな方がね、投稿していただいたんですけど、今回ね、どの方にしたかというと、こちらの方ですね、声優さんですかね。ツイートね、少しご紹介すると、いつも YouTube 楽しく拝見させていただいています。今月引っ越したのですが、築年数が隠しきれません。冷蔵庫もステッカーが剥がれません。このステッカーですかね。理想は白、黒、シルバーが基本のスタイリッシュなカフェのような雰囲気のキッチンにしたいです。リメイクシート等大丈夫です。アドバイスよろしくお願いいたします、ということでですね、こちらのようなインテリアのね、お住まいということで、でキッチンがね、ちょっとこんな感じでなんかね、いまいちだっていうことらしいんですよね。でまあ一人暮らしの方かなとは思うんですけど、まあ今回の冷蔵庫ね、ちょうどいいサイズかなというふうに思います。でね、声優さんの理想のね、キッチンのイメージもね、お送りいただいて、あ、こういう感じで結構ね、シンプルでスタイリッシュな感じがお好みということでね、実はですね、僕のねキッチンと、まあ、声優さんのキッチン、ね、どちらともね、ちょっと築年数が経っているということで、そのあたりをですね、解決しないと部屋の雰囲気がね、全体良くならないなって僕も思ってたんですよね。ですので今回はですね、投稿いただいた声優さんのキッチンのイメージと、あとね、僕自身のこのキッチンのイメージもね、ちょっと変えてみたいと思います。はい、ということでね、今回ね、選ばせていただいた声優さんのキッチンの方を見ていただきたいと思うんですが、まず現状どんな状態になっているかっていうところと、そちらをね、分析して、具体的にどんな問題があるのか、何が悪さをしているのかっていうのをですね、ちょっと分析してみて、そしてね、解決方法としてはどんなことがあるのかっていうところもね、合わせてご紹介したいと思います。じゃあまずですね、現状としてはどんなことになっているかっていうと、まあ築年数のあるっていうことで、まあ、こんな感じですよね。引き出しの戸棚なんかの部分も全体的にウッドの柄になっていて、茶色っぽい印象ですよね。一部ね、あのタイルを使われていて、部屋のベースはですね、白っぽい感じになっていて、まあ、このキッチンがですね、結構目立つような感じになっていますと。こういったね、現状があります。で、そしてですね、こちらのキッチンがですね、何が問題なのかっていうところを考えてみたいと思います。で、希望のですね、スタイリッシュな雰囲気、そういった雰囲気をどう作ればいいのかっていうところなんですが、まあ、現状の問題点を見つけるためにですね、こちらの方ですね、分析してみたいと思います。でまず、パネルのこの辺りですね、ウッドの部分が、これがね、昔っぽさを感じたりしているのかなというのが一つあります。で僕のね、キッチンもですね、同じような悩みがあります。そして、他にはですね、
床が白っぽいウッドになってますよね。で壁はこちらキッチンはタイルになっていて、であとねシンクのあたりもステンレスになっていたりとかですね、異なるテクスチャーですね、素材感、いろんな素材が、こう複数ねあるので、シンプルで、物が少ない状態ね、これシンプルです、物が少ない状態にはなってるんですが、ごちゃごちゃして見えてしまうということで、物量がね多くなくても素材がねバラバラっていうことでごちゃごちゃして感じてしまうっていうところが一つあると思います。このあたりがですね、この築年数を感じたりとかですね、ごちゃごちゃしてスタイリッシュにならないというところがですね、原因としてあると思うんですが、続いてはですね、ではどうすればいいのか、どういった解決方法があるのかっていうのを考えてみたいと思います。今回の方針として一応ね考えておくべきところなんですが、まずはですね、今あるキッチンでできることですね。理想のキッチンがあると思うんですが、これね現状のキッチンの作りでは叶えられない部分っていうのはやっぱりあると思うんですね。ですので今のキッチンのこの構造までは変えることができないので、イメージをねできるだけ変えていこうということで、現実的な部分と、あとはですね理想のイメージ何枚か送っていただいたんですが、こちらのいい部分の要素を取り入れることっていうのが、この2つをね掛け合わせて考えてみる必要があるんじゃないかなと思います。ですので、これからですね何かを足していこうっていうことではなくて、できるだけですね要素を抑えたりとかですね、足すのではなく聞くことで整理をして、でバランスをとってであげるっていう必要が重要なのかなというふうに思います。というわけで今回のポイントとしては、素材感をできるだけ選定して余計になっている部分をなくすっていうことがすごく今回のポイントになってくるんじゃないかなと思います。そして今回ね重要なキーとなってくる部分が今回のプレゼントする冷蔵庫になるんですね。はい、じゃあちょっとねそちらの方をご覧になっていただきたいと思います。はい、ということでですね、今回使用するこちらの冷蔵庫をですね早速送っていただきました。じゃあねデザインの方もねちょっと見ていただきたいと思います。まずはですねデザインの方なんですが、シンプルで余計な装飾がなくてですね、表面はステンレス調で、150リットル以下の、ね、冷蔵庫には珍しくですね、冷凍庫が54リットル分もあって、こちらですね見た目からしてよくある冷蔵庫っぽくないっていうのが結構ねポイントにはなると思います。普通の冷蔵庫って白か黒が多いと思うんですが、実はですねステンレスの方がインテリアにはね調和しやすいかなっていうふうに思っています。面積が大きい冷蔵庫みたいなものだとステンレスの方は、暗くするとですね、目立たなくなって、明るくしても重たい印象にはならないっていうことでですね、こちらの今回のね冷蔵庫だと一面だけがステンレスになるんですが、それだけでもねだいぶ変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけでこちらのキッチンをシミュレーションしてみたいと思います。でキッチンを作るときに方向性が大きく分けて2つあるんじゃないかなと思いました。1つ目はインテリアのメインとして考えた場合、そして、もう一つはインテリアの中で邪魔をしない、目立たないようにしたいというですね、その2つの方向性があるかと思います。で、インテリアのメインとした場合は、明確な、用途や機能を含めた自分の個性を出す方向性となりますが、もう一つのですね、インテリアの邪魔をしないとか目立たせたくない場合は、インテリアとですね、調和して他にあるメインを引き立てるような方向性になるかと思います。で、今回の場合はこちらになるのかなっていう感じなので、進めたいと思いますが、ポイントとなることは色や素材を多用しないこと、そして、統一感を意識することですね。例えば日中に部屋が明るくても対応できるようなこととか、あとは夜中にね暗くて部屋のね雰囲気が良くなった状態であってもどっちでも対応できるように、今回はですねモノクロ、白やグレーをメインに使っていきたいと思います。では、分かりやすいようにですね今ある背景のものをですねどけていきたいと思います。どけるとこんな感じになります。
はい、続いてはですね、パネルの部分ですね、キッチンのシンクの下のパネルの部分なんですが、こちらをですね、カッティングシート、リメイクシートを用いて、全体的にね、グレーにしていきたいと思います。グレーにするとこんな感じになります。そしてですね、上の戸棚も同じように変えていきたいと思うんですが、こちらですね、フードの方が白になっているので、統一感出すために同じような白のシートを貼ってみたいと思います。貼ってみるとこんな感じになります。あとはタイルの部分が複数のカラーで構成されているので、ここもですね、あまり目立たせたくないので、グレーに統一してみたいと思います。そうするとこんな感じになります。あとですね、少し機能的な部分になるんですが、ガステーブルの右側の部分ですね、そちらの方は、火を使うので、この辺りはちょっと気を使ってステンレスのシートがあるので、そちらを貼ってみたいと思います。貼るとこんな感じになるんじゃないかなと思います。そして、全体的にですね、グレーでモノトーンな印象になってきたと思います。この状態で最も目立ってしまっている部分が、冷蔵庫の部分だと思いますので、今回ご紹介したアーバンカフェシリーズのね、冷蔵庫に変えてみたいと思います。変えてみるとこんな感じになります。こちらですね、ドアの部分だけがステンレスになっていて、それ以外の奥の部分はですね、ダークグレーのようなカラーになっていますので、このキッチンのカラーとですね、とても調和するんじゃないかなと思います。これで完成になります。こんな感じでキッチンのあたりは目立たないようにして、インテリアのですね、一部として対応できるようにしてみました。で、今回なんですけど、こちらがですね、僕の今住んでいる自宅のキッチンになります。で、これがですね、まあちょっと古臭いなっていう感じもあったりとかですね、この間ね、壁紙を張り替えたところですね、この感じが結構合わないなと思っていて、キッチンはこの部屋のメインとして考えてるわけではないので、あまりね、主張の強くないものに切り替えたいなっていうふうに思っているんですね。結構ね、こう見るとね、主張が強いと思います。こんな感じでね、ちょっと薄黄色みたいな色にタイルのね、柄があったりとかですね、扉があったりとかですね、今インテリアのね、感じで言うと、ここが結構目立っちゃってるっていう問題があります。これはですね、セユさんと同じような悩みなんじゃないかなと思います。ですので、この辺りをですね、存在感を薄くして、インテリアのね、あんまり目立つような感じにしないようにしようかなっていうふうに考えています。で、例えばね、こういうのとか、上の戸棚はね、こんな感じになっていまして、結構昭和感っていうか、築年数経ってるなっていう感じがこう垣間見えてしまっているところなので、この辺りはね、変えていきたいなというふうに思っています。今の部屋のテイストだと、このね、半分から上側は白くて、そこからですね、下が色があるような感じになっていて、このキッチンも同じラインで考えられるなっていうことで、この辺りをですね、ほとんどね、目立たせたくないので、モノトーンで統一してみたいと思います。割とね、暗いダークカラーでやると、照明を当てなければあまり目立たないと思いますので、その辺りをね、ちょっとバランスとって色の方を考えていきたいなと思います。あとはですね、現状回復がですね、しやすいものをっていうことで、少しね、素材の方も選ぼうかなっていう感じで考えていました。今はね、こんな感じなんですよね。このキッチンフードだけ、少しね、新しい感じで、これだけはね、なんか活かせると思うんですが、まあ、この辺りのタイルが一番こう気になってくるところじゃないかなと思います。今回はね、ベースの部分を作っていこうかなっていう感じなんですよね。ということでですね、今回キッチンを少しね、アレンジして、いい雰囲気、モダンな感じにね、ちょっと変えていきたいなというふうに考えているんですが、ただですね、このインテリアの中でキッチンがどうしてもメインに考えたいとかですね、そういった考え方ではなくて、今回はですね、悪目立ちしているキッチンをなんとかね、存在感を消して、インテリアのね、調和をなんとか取りたいということなので、あまりね、費用はかけない方向で考えています。ですので、
今回ですね、ちょっとね資料を請求してみたんですが、こういったものがありました。こちらは楽天で見つけたリメイクシートになるんですが、少しね気になったカラーを4枚ほどね取り寄せてみて、これサンプルのサイズになるので A4 ぐらいのサイズになります。こちらをですね実際にねあそこに貼り付くのかっていうのと、あとシワになったりとかそういったことがないかっていうのを確認するためにね、こうやって取り寄せてみました。ということでね、ちょっとねこれも試してみたいと思いますが、ちょっと今回ね無地をの方がいいかなと思ったんで、こちらをね試しにやってみたいと思います。ただね結構ね貼れれば問題なければいいやっていう感じなんですけど、結構ね貼りがあってしっかりしたような雰囲気になると思います。こんな感じですかね。まあおおむねいいかなっていうところですよね。剥がす方もですね結構簡単に剥がせましたんで、現状回復はしやすいんじゃないかなと思います。こちら、ガス台のすぐ近くになりますので、ここはねあんまり燃えやすいものっていうのは置けないかなっていうことで、こちらねステンレスの素材のシート、粘着シートみたいなのがありましたので、そちらね用意してます。こちらのラインで揃えてこの辺りまでねカバーしていければなっていう感じで考えています。ですので、このここから上がグレーになって、ここから下がステンレスのカラーになってくる感じですね。で、あとはですね上の方なんですが、こちらですね、こちらの方はこのラインに沿ってね上が白で下がカラーがあるっていう感じなので、この辺りはね白で統一させようかなというふうに思います。こちらねちょっと黄ばんだようなカラーなので、しっかり綺麗な白に変えていきたいと思います。こちらも、半分よりかはね下になりますので、この辺りは暗いカラーで統一してみようかなと思います。はい、というわけでね、今回はできるだけ費用をかけないで新生活を始めるっていうところで、キッチンだけがすごい昔の形で残っているお家って結構ありますので、今回はねそのリメイクシートを貼って、そして今回ご提供いただいた冷蔵庫をですねうまく利用して、結構ねスタイリッシュでかつねモダンな印象、そしてインテリアの邪魔をしないキッチンを作っていきたいと思います。しかも低予算ということで、このリメイクシート先ほどのこちらなんですが、貼りやすくて剥がしやすかったのでこちらをね注文しました。注文したのがこちらになります。はい、今回ねグレーのこのカラーにしてみました。先ほどね試しに貼ったやつですね、自由にカットして注文することができましたので、僕はね今回ねちょっと多めに用意して4メートル分用意してみました。はい、間違えてもね失敗しても大丈夫なようにちょっとだけ多めに注文しました。まあ、結構多いかな。であとですねもう一個こちらですね、真っ白のホワイトのね、この同じシリーズのシートも買ってみました。であとですね必要になってくるのがこちらですね、こちらはステンレスシートって言って、これもね貼り付けることができるタイプのものになってますんで、こちらは、ガスコンロの脇のところにね貼れるっていうことで、こちらね貼れるような説明書きも書いてありましたので、こちらを用意してみました。この3つをねうまく使ってあまり目立たないキッチンを作っていきたいと思います。まずはこちら戸棚のね扉を外してみました。ネジで外すことができますので、このね状態でアレンジしていくとうまくいくんじゃないかなと思います。じゃあまずねちょっとね汚れてる部分とかがあるので、それをね拭き取ったりきれいにして、でそれでリメイクのシートを貼っていきたいかなと思います。この縁の部分はマスキングテープとかで貼ってみたいと思います。はい、こんな感じでですねマスキングテープでですねカバーしてみました。これで面の部分、この格子状になっている面の部分は先ほどのねリメイクシートで貼っていきたいと思います。
はい、というわけで、このキッチンがですね、このカッティングシートですね、このリメイクシートの方をですね貼り終えました。はい、ちょっと見ていただこうかなと思います。でこんな感じで上の方はですね全て白に統一してみました。この辺が、リメイクシートで貼ったものになります。こっちは、マステですね、和紙のマステになります。黄ばんでいたちょっとね昔っぽい感じのこの戸棚がですね、結構ね綺麗な白に変わりました。でそのラインはですねこの壁紙のラインと合わせるようにして、こっから上はホワイトでこっから下に、濃い色濃色が入っているというような感じですね。であとですねこの色と色の間このねグレーとグリーンの間ですねそちらに白を入れて分断しているような感じですね。これがね、重なり合っちゃうとやっぱりそれぞれが目立たないような形になってしまいます。はい、であとはですねステンレスのあたりですね、この辺も、タイルだったんですがこっから下が、このラインですね、このラインでステンレスになっていて、でこっから上ですね、上は、このようにですね同じカッティングシートを使っています。でこれでねカラーの統一ですね、このラインがしっかりできたというような感じですね。このラインあとはこっちのラインですねっていう感じになりました。で、こちらの方はですね、扉の方なんですが、これねうまく曲げるとしっかりね角がつくぐらい曲げられるのでこんな感じで、角を取ってあげて貼り付けることもできました。でこれでねパッと見これも先ほどまで白だったものが完全にグレーになりました。これでキッチンの存在感がなくなってきて、これ今ちょっと明るくしてますが暗くするとかなりね雰囲気がいいというかあまり目立たないのにシックでモダンな印象でモノトーンカラーで統一してますので今までは悪目立ちしていたところが完全にこの黒子に徹しているというかあまり目立たないようになっているところですね。ここがポイントになります。こちらの部屋だと、キッチンはねあくまでメインではなくて部屋の一部になりますんであんまり目立ってほしくないっていうことがありました。そういう理由で、モノトーンでね統一したというような形になります。あとはですねこの辺りの、キッチンのデザイン自体がですね結構古いデザインになっているのでこういうね戸棚とか、下のね棚とかもそうですけどこの辺りが古いデザインになってるんであまりこれに合わないものミスマッチするような例えばこういったものって明らかに薄い素材で、こういう形っていうのはどんな素材を使われてるかっていうのはなんとなく共通認識みたいなものがあると思うんですがここにですね例えばレンガみたいなもののシートをもしね貼ってしまうとこんな薄くて戸棚なものをレンガで作るわけがないのでそういったですね素材が非現実的にならないようなものですので今回はフラットなシートを選んだというような形になります。はい、というわけでキッチンのベースの部分ができたんですけどこちらねリメイクのシートは全部合わせても1万5000円いかないぐらいでこの雰囲気にね作ることができました。このシートとかねかなり安いんですよね。でさらにですねこの雰囲気を活かしながらですねキッチンを完成させたいわけなんですがで今回ねご紹介した冷蔵庫あったと思うんですがこちらがちょっとね合わせてみたいと思います。こんな感じでね表面がステンレスになっていますよね。そして横とか後ろの部分はグレーっぽい、まあ、ブラックって感じなのかな。一応こうぴったり合わせるとこんな感じになるんですがこうなるとですね結構しっくりくると思います。でねこのラインっていうのはさすがに揃えることはできないんですがカラーのね部分もモノトーンとステンレスっていうことでこの辺りもね共通する色が入ってきますのでこれでキッチンが完成するというような形ですね。今回こちらのプレゼントする冷蔵庫ですがこのねステンレスが一面一箇所だけになってるそしてこちらがね黒っぽいグレーみたいなカラーになっているので今回はねこういった提案をさせていただきました。はい、というわけでですねこちらで完成ということになります。はい、というわけで築年数が結構ね経っている
キッチンをですねリメイクしてみたということで、だいぶスッキリしたんじゃないかなと思います。今回ね選ばれた声優さんには今回ね使用したこちらのアーバンカフェシリーズの冷蔵庫をプレゼントいたします。後日ハイアールさんの方からですね新品が届くと思いますので、ぜひね使ってみてください。はい、今回ご紹介したアーバンカフェシリーズの冷蔵庫なんですが、こちらですねドアの面だけがステンレスになっていて、後ろの方はですね黒っぽい、まあ、ダークグレーみたいな感じでしたので、今回ね、それに合わせて統一感が出しやすかったんじゃないかなと思います。冷蔵庫の選び方のポイントとしては、全体が白い冷蔵庫ですと結構ね目立ってしまったりとかですね、部屋の雰囲気を出すためにね少し暗くした場合にでもですね、結構ね暗くても目立ってしまうっていうのがありますので、部屋の雰囲気を出したいなっていうふうに思った場合には白い冷蔵庫っていうのはねちょっと目立ってしまうかなっていう懸念があったりとかですね、黒い冷蔵庫だとその辺は大丈夫なんだけど、明るくするとですねかなり重たい印象、重厚感がある印象で結構目立ってしまうっていうこともあったりしますが、その両方をですねうまく両立したようなデザインになっていたんじゃないかなというふうに思います。興味ある方はですねぜひ概要欄の方にねリンク貼っておきますので、よかったらご覧になってみてください。他にもですねハイアール製品を購入したらですね抽選で当たるキャンペーンもやっているということで、そちらの方も概要欄に合わせて貼っておきますので、よかったらご覧になってみてください。こちらも新生活応援のような形で家電の購入を検討されている方はねぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思います。はい、それではまた。